はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、最近ね、もうつかつはね、もう疲れてまして、なんか本ね、なかなか読めないなと思ったんですけど、やっぱそういう時こそ、僕の大好きなね、これ、筒井康隆先生を改めて読もうというね、僕の中でそういう気持ちにね、なってるんですよ。で、じゃあ、ということで、ここはまあ僕の集めている、筒井康隆コレクションをちょっと動画にして一本ね出そうかと思っております。これね、何回もね見せてる本棚ですけどね、こうなってるんです。で、ここのね赤いとこあるでしょ、赤いとこで、ここその下で、その下、ここの3段は全部筒井康隆先生の本なんですね。だからそれをちょっとね見ていこうかなと思います。まずここのね赤いところなんですけれども、これは全部筒井康隆先生の新潮文庫です。で、これはね全部揃いました。すべて持ってます。最新作はこのね54番の夢の検閲官魚卵観音記っていうのが、これ去年かな出たんですよね。で、その前はこの聖魂とか、これもね面白いし、その前はダンシングマニティとかね、この辺とかが最近ですよ。この辺がねやっぱいいですね。この辺は、次戦ホラー傑作集とか、次戦ドタバタとか、まあ、次戦グロテスク、次戦ファンタジーとかの、ここら辺がね、短編集としてね、かなり秀逸で、名作ね、多いんですけれども、この前も、この驚愕の荒野、ね、紹介しましたけれども、で、この辺行くとパプリカありますよね。これ映画にもなりましたが、パプリカが有名だし、この辺ね、結構焼けてんですよ。でこれだいぶ昔に買ったやつで、多分買う前からもう焼けてるやつなんですよね。で、まあ、有名どころ行くとロートレックソー事件とか、あと旅のラゴスかな、旅のラゴスも有名ですよね。で、例えばここ虚構船団ね、僕がもう大好きな虚構船団あります。これまあ中期筒井先生ぐらいでしょうね、27ですからね。歌と饒舌の戦記、歌と饒舌の戦記とか有名だし、あと夢の木坂分岐点、これもいいね、名作ですよね。あとね、個人的にはねこれがいいんだよね、着想の技術。これ小説じゃないんだけど、これはあの小説の書き方とか、まあ、着想って書いてるから、こう斬新なアイデアはいかにして得られるかみたいな、筒井先生がどうやって書いてきたかみたいのを、まあ、エッセイみたいなね、創作エッセイみたいな。なんでこれはねもうね、あのみんな小説書きたいっていう人は読むべき作品だと思うんですよね。で、まあこっちに行くとね、まあ、初期の方になりますけれど、まあ複合デカが最近ねアニメ化しましたけれども、あとエリプスの恋人、ここのいわゆる筒井先生の新潮文庫で言うとね、ここですよね。家族八景、七瀬歌田、エリプスの恋人と言われる七瀬三部作があるんですね。結構ね、家族八景この前なんかドラマやってなかった、違ったっけ。で、七瀬歌旅も映像化されてると思うけど、エリプスの恋人ってさ映像化されてなくないね。三部作ってみんな主人公平七瀬っていう、まあ、テレパスですよね、テレパシーが使える女の子が主人公なんだけど、結構この2つはね映像化されてるんですよ。でもね、エリプスの恋人映像化されてなくないですかっていうね。ここね全部ねやっぱりこのハゲてきてるから新しいのにね買いたいんですよね。ここね、狂気の沙汰も金次第とか暗黒世界のオデッセイと施設博物誌あると思うけど、ここにもあるでしょ、施設博物誌。こっちのここにもあんですよね、狂気の沙汰も金次第、これで2冊目なんですね。綺麗なこの筒井先生の文庫本あったらね買うことにしてるんですよ。だからねもう何冊も買いたい、僕は何冊も買いたい、うん、これ売ってるなって思ったら買うもんだ。これね、虚構船団ももう一冊僕ね持ってると思うんだけど、違うかな。あとね、この番号が書いてるでしょ、でここ16で17、17、18、18になってるじゃないですか。でもこれタイトル違うでしょ、これエロチックガイドで、これジャズ大名でしょ、で12人の浮かれる男スターになってると思うんだけど、これ解体してるんですよね。本来こうエロチックガイドの中にジャズ大名が入ってんだけど、確かジャズ大名が演劇かなんかで映像化されたんですよね。でその時にこれ解体して、こっち原作本ですよみたいなことで売ってる本なんですよ。だから解体してるから一応17、17で一緒なんですよね。
で同じくこれ1818もね、12人の浮かれ男とスターも一緒なんですよ。こういうところまでね、もうチェックしてね、僕買ってますからね。もうどんだけやねんっていう話ですけどね。まあ新潮文庫はこんなもんですよ。でこの下はここ角川なんですね。で角川はね、全部多分揃ってないと思うわ。でただこれ幻想の未来からこうアフリカの爆弾とか超有名なところの初期筒井先生からバーってあって、で角川で筒井先生といえば時をかける少女ですよ。時をかける少女僕2冊持ってんの、3冊持ってんだけど、もう多分ね、もっと持ってる、昔ねもっと持ってる。ここにも真相版時をかける少女あるでしょ。僕真相版とかになるとね、もう中身同じでも買うからね。筒井先生ってこのこれ黄色いバージョンっていうのと、あと茶色いバージョンもあるんですよ。でこれ真相版っていうのもあるから、結構ね角川文庫ってね、バージョン違いで大量に本あるんですよ。だから何を持ってて何を持ってないかって僕にも分かってなくて、だからちょっとねここら辺整理したいんですよね。であと最近の筒井先生の角川はここですよね。これリビドー短編集とか、これピカレスク短編集トラブルとかバーってあって、ここがかなりね秀逸なんですよね。いいですね。あとビアンカオーバースタディ最近買ったんだけど、前まで持ってなかったんかいっていう話だけどね。筒井先生のライトノベル作品ですね。あとここ文春文庫ですね。文春文庫は確かこの前で全部揃ったんだと思うんだよね。48億の妄想からバーってあって、最終的にはここ繁栄の昭和っていうので、多分18で文春文庫は全部揃ってんじゃないかなと。大いなる序章が2冊あるんだけど、こっちがまあ最初のバージョン、こっちが真相版ということでありますね。あとここがね僕全然ないわ。これは早川文庫、早川文庫の筒井先生3冊しか持ってないけど、確かね5冊か6冊ぐらいあって、持ってない本もあるので、ね、これ買わなきゃなと思ってね。虚構センターありますね。虚構センター上にここにも虚構センター、ここに2冊持ってるんだけど、でこの下ね、この下はねでもまだまだかなって思うわ。ここ筒井先生の時をかける少女のこれ春木文庫のバージョンの時をかける少女あるんだけど、これ小学館でしょ。でこれね文学部ただの教授が岩波現代文庫であるんですね。でここ講談社だけど、ここのね講談社全然僕持ってないわ。で最近出た創作の掟シリーズの読書の掟と、なんか創作の掟2個あるんだけど、あれ持ってなくて買わなきゃなと思ってるし、こう徳馬ね、徳馬も僕そんな持ってないんだよね。徳馬だってここ15になってんだけど、ここら辺がないってことだもんね。最初の方が結構ここも揃えたんだけどね、こういう自選短編集のシリーズね結構揃えたんですけどね。でここの中高文庫ね、中高もねそんなに僕持ってないかな。ネオヌルの時代はついにこの前ね買いましたけれども、有名なのはやっぱ残像に口紅をが、まあ、14でやっぱありますね。まあ、これはあのアメトークのね読書芸人かなんかで有名になったけど、もうその前からねもう有名だったよ。いわゆるあの文字消していくスタイルのやつって結構前から有名で、もうこんだけね筒井先生本出てるからもう何でもかんでも有名なんだけど、でパプリカも新潮文庫でもあるんだけど、中古文庫でもパプリカあるんです。あとここね集英社文庫ね、ただ僕集英社文庫そんなに持ってないかな。まあ、そんなにね本自体は出てないと思うが、まあ、フェミニズム殺人事件とか、まあ、この辺有名だけど、まあ、持ってませんね。でこれ驚愕の荒野、この前紹介しましたが、これ川出文庫バージョンの驚愕の荒野と、これは対談集ですね。こう柳瀬直樹先生との対談集が ありますとぐらいかな。なんでまあ筒井先生、僕の持ってる文庫本はこんなところかな。岩波新書から出てるやつは岩波のところ置いてるから、ここには置いてないんですよね。置いてもいいんだけどね、だからここもうちょっと綺麗にしたいんだよね。やっぱ筒井先生だけの本棚を1個作りたいというのはあります。そこに単行本入れたり新書入れたりとか、あの漫画もあるからね、筒井先生の漫画のやつとかも置きたいし、そういうのしたいね。まあ僕が金持ちになったらそういうことをしようかなと思います。はい、これ2015年に出たモナドの領域っていう単行本なんですね。文庫になってないんです。ただこれ新潮社なんですね。なのでおそらくですが、近いうちにここの55番に多分モナの領域、これ文庫化されると思うんですよね。だからこれもめっちゃ面白い。我が最高傑作にしておそらくは最後の長編で、案外ねこの夢の検閲官魚卵観音記もこれ
もね平成30年って書いてるから何年か前ですよね。だからちょっと新作もね僕バンバン買っていきたいと思ってるんですけどね。結構文学界とかに短編をいくつか最近上げてらっしゃるから、それね多分集まったら文学界なので文言春秋ですか、単行本として出してくるんじゃないかと考えてるんですけどね。はい、ということで、まあ、今回はこう筒井先生の本棚をちょっと紹介しました。はい、もう読みます。高評価コメントチャンネル登録でどうぞよろしくお願いします。ではスカッチャンでした。バイバイ。